試合は4ラウンドに入ろうとしております。2ラウンドに軽いダウンを奪いましたチャンピオン沼田義明。ロハスはダウンではないスリップだということを言っておりましたけれども、レフリーはカウントいたしました。試合は第4ラウンド。さあここまで、動いてきますと、もうそろそろ沼田もエンジンがかかってくる頃でありますが、ロハスが必要に追っております。いいストレートですね、はい、これまで28ノックアウト勝ちのラル・ロハス、11ノックアウト勝ちの沼田義明です。あーロービーちょっと詰まった、コーナーに詰まってはちょっと危ない、コーナーに詰まってはちょっとピンチを招きます沼田。確かに白井さんおっしゃるように左をうんと出しているときにはあの食いませんよね相手のパンチをね。あそれもね、しかもねちゃんとねナックルで打ちたいですね。ちょっとグラブを開いてますからね沼田。なるほどね。いやっぱやめろバント沼田の攻撃です。ああちょっと強烈なパンチ、あれは出ちゃいけませんね。ああいうピッチングつけたらね、ちょっと沼田がミスしております。あーロープに詰まった、ロープに詰まった沼田。ちょっとローブローになりました沼田の左アッパーです。この辺りはしつこい挑戦者ロハス。これ沼田がね泡を振っちゃいけませんからね、はい、悪いわけほどね冷静にねやらなきゃいけません。強いパンチを振り込んでおります。左フック右ストレート、あーっとマンツーの空振りです。入ってません。あ右カウンターされた、カウンターを受けました。ちょっと足を止めてはダメ、ロープを背負ってはダメです、ロープを背負ってはダメです。またちょっとロープを背負ってはダメ、ちょっとまずいですね。ボディがちょっと弱い沼田ですので遠くに打たれます。危ない、ダウンダウンダウン、左のボディーブローを受けましてダウンダウンです。またロープを背負ってはダメでありましたが、跳ねるかどうか、立ちました立ちました立ちました、ちょっと効いております。さあ大変、さあ大変です。あとこのラウンド20秒、弱いですねあのボテ、ボディは弱いですね、やはりね。あーまたボディ打った、危ない、また危ない、また危ない、左右のボディ強烈なボディを振っております。右反転してはダメ、反転しております。またまた頑張れ、持ちますかどうか、助かったですね今。いやダウンを食いました。このラウンド小木さんの採点表もちろん5対3、挑戦者ロハスが取りました。第4ラウンドを終了いたしました。ちょっとですね、はいはい、こう早く沼田があのダウンを食うとは思わなかったですね、はい、あのね実際ちょっと不思議なものはね、あのロープに詰まってねじっとしてるでしょ、はいはい、あれがちょっと理解できませんね。そうですね、足があるんですからね、はい、足を使ってほしい。またさあロハスは構成入れてきました、ロハスは構成入れてきております。またちょっと危ないです ね無理してね右打ちは雨ですよ、あの、はい、右足が前行っちゃうでしょ、バランス崩してますからね。左右フックの打ち方がいいんですね、ロハス、はい、強いパンチを持っておりますロハスの強打がボディに炸裂いたしました。沼田と離す第4ラウンドにダウンを切って、また詰まった、また詰まった、またコーナーに詰まった、こういう風に上がってはダメです、危ない、またピンチ、またピンチです、チャンピオンピンチ。ロハス、コーセントと攻撃、逃げなければダメ、出なければダメです。あーボディ打たれた、あー危ない危ない、また危ない、また危ない、ロハスがコーナーに詰めました。詰まってはダメです、沼田も懸命に反撃しておりますが、あーっと右ダメ、左空振り、ちょっと危ない、全く姿勢一方になりました、姿勢一方になりました。ロハスの猛攻です、ロハス猛攻、こうなってはダメ、危ないのは危ない、また危ない、右アッパーで再三反撃しておりますがどうか、あーまた反撃、また反撃だ、また反撃、またの猛烈反撃です、猛烈反撃です、すごい打ち合いになりましたね。チャン
ピオンの自信でしょうか。チャンピオンだから頑張らなければいけないという気迫でしょうか。また頑張りました。しかしまた詰まった。ダメです。逃げなければダメ。白井さん行きませんね。ちょっとね、しかしあれだけね、反撃する元気があるんですからね、はい、やはりそうですよ。あれ反撃できないもんですかね、はい、逃げられませんね。またちょっと危ない。体をくの字に曲げております。また危ない。腕がついてるので動けないんですね、はい、そうなんでしょうね。足が動かない。足が動きません。沼田、沼田としては出たいんでありますが足が動きません。全く大ピンチ、大ピンチです。懸命にこらえております。ダウン真似が取られます。沼田義明、あ、この辺で少し跳ねきたのがいいですね。あー、やっぱいいです。やっぱあー、君だ。世界の日産自動車より安藤